はい、本家番法カイサーです。今回は最新情報ですね。キラーが天井に貼り付けることができますが、まあ、それは置いといて、今回の分はですね、ガッチャですね。赤染めとジョッカー。12から19、15から22が妙にいると、長光ですかね。SS 狙いで、真言のガチャも来てますし、これは何だろうな。教習用かな？ 50 回で必ず出るようですね。4.958と7.437%一緒ですね。限定が命の誕生日で命が来ています。鬼鎧ですね。あと日本版どうなんですかね。こちらの、修行が、完成しましたね。探索いくつかあるんですが、これは八重村かな。完成と。装填員と隕石を獲得ですかね。次どこにするかな。これは虚数、天命虚数革新2つか。これにしますかね。32時間ですね。お手玉しますね。32時間で完成するんですが、加速で、アイテム使えば少し速くなります。あと10個ありますが、完了には足りませんね。で、メインの、イベントですね。日本版まで来てると思うんですが、魚の件ですかね。取ってしまいますか。320のうち100勝ですね。で、これはまあ、進化素材でしょう。1勝が60か。まあ、多分使わなさそうですが。あと欲しい人が元十字架ですかね。こちらのかけらも20いますね。あと5年もあります。武器を最大進化強化しました。見た目はこんな感じです。衣装のはちょっと今んとこ保留しときます。3ダメージ系ですね。人形なんですが、両方とも今80レベルになっています。で、赤飛びが星3で、小さい星が1ついてますね。で、あと3枚で、ランクアップなんですが、次が小さい星2個ですね。元十字架、血の法要の方は、星が2で、小さい星が1ついてる状態です。赤飛びの方だけ、添付ですかね、スロット2つ開けましたね。こちらは開けていません。干潮レベル今81でもう少しで82になりますね。で、挑戦の道は難易度4。今回なんと
とか最後までクリアしましたが、難易度6まであるんですよね。多分5いけるぐらいで、それ以上はちょっと難しいかなっていう感じです。星は以上のようになっています。団体ですね、こちらの火炎の目なんですが、一番最速は16分ですかね、SS ですね。ただ周りが、ダメージ多いと自分の、成績低くなる場合に、報酬がかなり少なくなると思います。その辺はちょっと、運不運があるかと思いますね。はい。以上、オカイサード最新情報でした。